アルプスの少女、ハイジアルプスの少女ハイジカルピス漫画劇場アルプスの少女、ハイジアルプスの少女、ハイジは1974年1月6日から12月29日までフジテレビ系列で毎週日曜19時30分20時に全1 2話が放送された水曜映像制作の日本のテレビアニメカルピス漫画劇場の第6作目にあたる本項目では 本放送終了後に公開されたダイジェスト版映画を、はじめとする一部の派生作品などについても合わせて取り扱う。原作は、スイスの作家ヨハンナ・スピリの同名小説。プロデューサーの高橋茂人が少年期より愛読し、それまでのアニメーションに合ったギャグやアクションなどを配し、スイスやドイツの風景と日常生活を丹念なアニメーションにより、児童文学帳に表現した。 本放送終了後も複数回にわたって、地上波や CS で再放送されたほか、ついた加工人によるキャラクターグッズやパロディ CM の制作などの展開も広く行われている。本作品を制作するにあたり、高橋はスタッフに海外現地調査を行わさせた。調査には、高畑勲、を、宮崎駿、小田部陽一ら主要なスタッフが参加しており、その成果は、 作品作りに生かされた。日本のアニメとしては、欧州各国で広く放送された存在で、アラブ諸国やアフリカ・アジアも含め、英語圏を除く、世界中の国々でも放送された。本作品の熱狂的ファンを自称する、池田佳代子が、知り合いのドイツ人のおじさんに、これが、日本で制作された作品だとは思わなかったと、言われたと後に語っている。本作品以降、 世界名作劇場では、制作前の海外現地調査が踏襲されることになる。前作、山ネズミロッキーチャックに続いて、アニメーションの実製作は、つい高エンタープライズの子会社、追洋映像が担当。高橋茂人は、本作品を作るために同社を起こしており、本作品の制作以前にも、TCJ 動画センター企画部在籍時に、 ハイジのパイロット版フィルムを制作したこともあった。1975年半ばに創業した日本アニメーションは、水曜映像から設備とスタッフを引き継いでいるため、実質的な制作現場は共通であるが、公式には本作品を世界名作劇場シリーズに含めていない。日本コロンビアから発売されている日本アニメーションを冠無理とする。 コンピレーションアルバムにも本作品からの楽曲は含まれていないが2004年5月にポニーキャニオンが企画発売したフジテレビ名作アニメ劇場主題歌ベスト集はフジテレビで放送された名作アニメ主題歌というくくりでついたかのアンデルセン物語山ネズミロッキーチャックアルプスの少女ハイジと世界名作劇場数作品の主題歌が収録されている 世界名作劇場が制作休止となり2年経過した1999年、追加によって、桜井道をキャラクターデザインに起用し等身を引き上げた、リメイク作品、新アルプスの少女、ハイジとクララが企画され、テレホンカードやエプソン販売、カラリオ PM-800C の卓上カレンダーなど、ノベルティグッズとして、イラストが披露されたが、アニメ化には至らず、 ポピーザパフォーマーが世に出ることになった。2010年には、広島にて、半県窓口のサンクリエイトにより8月12日が、アルプスの少女、ハイジンの日として制定された。1歳で両親を亡くし、5歳になるまで母方のおばのデーテに育てられたハイジは、デーテの仕事の都合で、アルムの山小屋に一人で住んでいる、父方の実の祖父であるおじいさんに預けられることになる。 ヤギ界の少年、ペーター、ペーターのおばあさんなどの人々、小ヤギのユキちゃん、おじいさんが飼っている、犬のヨーゼフやヤギの白クマ、モミの木をはじめとした大自然に生きる動植物たち。厳しくも優しく、懐の深さを感じさせるアルプスの大自然。何より、共に暮らすおじいさんを通じ、ハイジは様々なことを知り、学び、健やかに育っていく。だが、 ハイジが8歳になったある春の日、デーテンが再び山を訪れ、ハイジをフランクフルトの貿易商ゼーゼマン家に連れて行くという。デーテンに騙され、フランクフルトへ向かってしまったハイジ。ペーターやペーターのおばあさんは、悲痛な声を上げるが、おじいさんにはどうすることもできなかった。フランクフルトで、ハイジを待っていたのは、足が不自由で体の弱い少女、クララとゼーゼマン家の人々であった。 執事のロッテンマイヤーはハイジを愛称でなく本名のアーデルハイドと呼び、厳しいしつけや勉強を強制、アルムの話題を禁止する。クララやゼーゼマン、おばあさま、クララの主治医、使用人のセバスチャンなど、心の支えはあったものの、ハイジはなかなかフランクフルトでの生活に馴染むことができないが、あまりアルムのことを口にするとクララが心配するため、 アルムへの切ない思いを無理に押し殺すようになる。やがてハイジはアルムの故郷を思う、あまりにホームシックにかかり、それによる無有病の状態となってしまう。ハイジを診断したクララの主治医は、直ちにハイジをアルムへ返すように指示する。こうしてハイジは夢にまで見たアルムの山へ帰れることになった。アルムの生活ですっかり元気になったハイジのもとへクララからの手紙が届く。 ハイジがぜひ来てほしいと願っていたあるむえ、クララが行きたいという内容であった。クララは、西洋を目的として滞在することになったが、おじいさんとハイジに促され、歩く練習を始める。監督の高畑勲が、原作からの最大の変更点として挙げているのは、ペーターの扱いである。原作では、石白弱で、ハイジに従属する存在として描かれており、口述の通り、 クララのせいで構ってもらえなくなったのを恨みに思い、嫉妬からクララの車椅子をこっそり崖から落として壊す場面もある。スピリ作品の少年少女たちは多くの場合で女性優位の構図が見られるが、本作品において高畑は男性優位の秩序を復活させる試みをしている。また本作品の制作にあたり、口述の通り原作のキリスト教色も極力排除しているが、 全体では尊重しており、原作の宗教性が、干骨脱退され、自然大産という新しい宗教性が始まっていると、みなされることもできる。ジャン・ミシェル・ビスメールによれば、自然大産と、神道の伝統に結びつけたともいい、アニメには、可愛いという価値観を加えている。税々満定のモデルの一つとされているゲーテの、聖火物語は大きく分けて第1話第18話、 第19話、第33話、第34話から、第52話の3部構成となっている。本放送時、関東、関西などでは1974年10月より、同時間帯に日本テレビ系列で、宇宙戦艦ヤマトの放送が始まっているが、民放4局フルネットの地域を中心に、廃時の後番組である、フランダースの犬と共に、同じアニメ番組である、ヤマトは、 視聴率で苦戦を強いられ、本来予定の話数より短縮された。日本国外では主題歌及び BGM を差し替えの上で放送が行われており、特に代表的なのがドイツ版である。このドイツ版ではクリスチャン・ブルーンが作曲した新規の主題歌が使われており、女性デュオのジティエリカが歌唱を担当。フランス、イタリア等ヨーロッパ圏の多くでも、 このドイツ版の主題歌が使われ、各国語で歌唱されている。BGM は同じく、ドイツ版のゲルト・ビルデン作曲の音源が使われており、アルプ・ホルン、チター、カウベルトを、スイスゆかりの楽器が多用されている。また、ほとんどの曲目が同じテーマからの変装となっている。フランクフルトのシーンで、ハイジとクララが歌う場面が何度かあるが、それらの音源も、 やはり多くの国の番でドイツ語で歌われたものをそのまま使用している。その一方で、香港、韓国、スペインのように、日本と同じ渡辺武雄作曲の主題歌が使われている国も存在する。また、台湾では、当初、大使、メインチャンネルや、カートゥーンネットワーク等では、別の主題歌に差し替えて放送されていたが、2013年に、も親子代、 中華電子講師で放送されてからは日本と同じ主題歌が使われるようになったというケースもある。ハイジの故郷、スイスでは2019年に至るまで公式な形での放送は行われていない。その理由については諸説あり、スイス公共放送の広報担当者は当時国際共同制作していた実写版、ハイジの放送と重なったからではないかと推測している。 他、当時のスイスにおいて、アニメが低俗なものとみなされていたとの説もある。ただし、スイスでは、ドイツやイタリア等、隣国のテレビ放送も映ったことから、子供たちはこれらの放送局を通して、ハイジを視聴していたという。本作品の劇場版は、東方チャンピオン祭り内で2本、放送終了後に制作された1本の、計3本が上映されている。チャンピオン祭りにおける、 世界名作劇場作品の上映は本作品が最後であり、以降は東映漫画祭りないでの上映に移行することとなる。テレビアニメ版の発売元はバンダイビジュアル。本作品のビデオ DVD の累計出荷本数は2003年5月時点で約80万本を記録している。追加かエンタープライズが制作した総集編のアルムの山、ハイジとクララと、 1979年の劇場版は日本コロンビアから VHSLDDVD ビデオが発売されている。ベルギーのスタジオ100がツイタカから権利を獲得し、2015年に 3D コンピュータグラフィックアニメ版が全39話制作された。東アジアでは韓国のテレビ局へ番組供給されているが日本では未放送。 2016年8月より2017年9月まで本作品のパロディショートアニメとしてフジテレビの情報番組ハイポール内で放送同番組の終了後も2017年10月23日より同じフジテレビの深夜番組プレミアの創屈内のコーナー枠に移動して放送を継続サンクリエイトラインスタンプでアルムオンジをノリの軽いキャラにしたのが人気となり アニメ及び関連グッズが、ツイタカ及びサンクリエイト、富士テレビの三社共同事業として展開された。2017年には公式、ルイーターにて、チューブ電力提供による、アルプスの少女、ハイジー、チャラオンジゼットも配信された。ありがとうございます。